じゃーん、じゃがりこパニック。ビビリじゃないならやれるよね。せーの、ダストチャンネル。やっほー。うわ、びっくりした。そんなにびっくりしなくても。あれ、もしかしてシグルビビリ？なななな、何を言ってるんだ。今をきらめく売れっ子若手俳優のこの俺がビビリなわけないだろう。うわー、ごめん、お皿落としちゃった。ほう、やっぱり。違う、今のはびっくりしたんじゃなくて、そのなんだ、演技の練習だ。次のドラマで叫ぶシーンがあるからな。嘘くさ。嘘じゃない。必死になるところがさらに嘘くさい。じゃあさ、シグルが本当にビビリじゃないか試してみようぜ。ため、とも、どうやって試すの。そうだな、ジュール、何かいい案ないか。あ、ひらめキング。うお、あ、急に大きい声出してごめん。僕いいの持ってたんだ。何何？じゃーん、じゃがりこパニック。何これ？これは順番に蓋を開けてじゃがりこを取っていって、じゃがりこが爆発したら負けっていうハラハラドキドキのゲームなんだ。楽しそうだな。全然楽しくないだろ、こんなの。子供がやるゲームだ。へえ、やらないんだ。じゃあビビリってことでいいね。なんでそうなる。俺みたいな大人がビビリじゃないならやれるよね。わかった、やるよ。じゃあ僕から行くね。じゃあ行くよ。セーフ。おいしい。じゃあ次私。ドキドキする。セーフ。幸せ。じゃあ次は俺だ。せーの。うまい。久々食べたけどやっぱりうまいな。じゃあ次私行くね。行くよ。おいしい。さあ次はイケメン俳優シグル様の番よ。よし、行くぞ。しっかり見てろよ。すごい驚き方だね。ああ、驚きすぎて中に入っちゃってるよ。プハ、大丈夫？ああ、シグル、驚いてじゃがりこまみれになるなんて変だよね。うるさい。